というわけでね、今日も真夏の中ね、一生懸命練習していました。このスタイルを見て何か思い出さないですかね。かつて14歳の少女が世界を席巻した、そうです、あの有名な田村亮子、田原ちゃんですね。皆さん今オリンピック中なんでね、いろいろ目にする機会も多いと思いますけど、3ヶ月無料ね、体験柔道、ぜひぜひね、夏休みに親子で来てください。あとね、体調不良にはね、子供ばかりじゃなくね、お父さんお母さんね、おじいちゃんおばあちゃん、送迎してくれる人の体調管理も、しっかりね見て、自分が倒れるとね、家が回らなくなります。そうならないためにも自分自身大変でしょうけど、保護者の方も体調管理に気をつけてください。モス